わったなこれ。全部凍ってるしね、こんなん全然。うわー、これさすがにグリップしないよね、これ。うわーっていうか全部凍って、あんたた止まらねえ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 よ。おー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 、よかった。おーおーわー、なにこれ、全部氷だし。ありえんだろこの道。ちょっと帰れんかなこれ。結局桜峠を越えて、まあ、三杉を越えるか君ヶ野を越えるかのルートを選んできたんですけど、ちょっとねこの道やっぱり、まあ、予想はしてたんですけどね、雪が結構多いんで、まあ、ちょっとね雪降って数日経ってる、道ですのでね、かなりこれ、あーちょっとやばいねこれ、凍ってますね。わ、ツルツル。あーやべ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 、あどうしよう。あーすごい滑るな。お、滑る滑る滑る。うわーまずいな。まあでもここから戻るって言ってもね、かなり時間かかるし、まあ、この桜峠自体はそれほど距離があるわけではないので、まあ最悪再徐行していけば、なんとかなるような距離ではあるんで、まあ、とりあえずこのまま、突っ込んじゃおうと思います。やっぱり雪が降ってね、溶けて、その溶けたのがやっぱり夜間に凍ってる路面っていうのはやっぱり一番滑りますね。はい、ここ桜峠です。これ、まあ、右に曲がって三杉方面に行くことも考えたんですけど、まあ、ちょっと距離的に無理ですね、長すぎるんで、このまま突っ切って君ヶ野方面に、抜けていこうと思います。どう滑る。あーやばいですね、もう完全にスケートリンクですね。もうツルッツルですね。あーここはこれやばいね。おー滑る。もう全然アクセル開けただけでも滑りますね。おー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 おおお、もうブレーキはもう絶対かけられない状態ですね。全部凍っちゃってますね。おー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 、怖っ。わー、これはちょっとチェーンでもない限りはちょっと無理ですね、これ。ここまでツルッツルだとね、さすがに。はい、ツルツルゾーンは、なんとか、一番最悪な場所は脱したと思います。まあ、ここまで家を出てからおよそ、2時間30分、以上が経過していると思いますけれども、これ見た感じのところもですね、かなり寒いんじゃないかなっていうふうに、思われると思うんですけど、まあ、実際ですね、走ってる速度自体が本当徐行というかそれほどでもないからかもしれないんですけど、そんなに体感にですね、先ほどの2時間の、地点から、悪化したということは特に、感じないんですね。はい、まあ、暖かくもなってはいないんですけど、まあ、変わらずというところで、まだ、もうちょっといけるかなっていう、感じですね。まあ、勝負はですね、ここからこの徐行地点が終わった後にですね、通常のまた巡航速度に戻った時にですね、体感温度がどう変わってるかなっていうのが、ちょっと一つ気になるところでありますね。はい、ツルツルゾーンはそろそろ、
脱することができるかなと思いますので、そろそろね、巡航速度に戻れるんじゃないかなとは思ってるんですけど、この峠通常だったらやっぱりどうですかね、10分かかるか、かからないかっていう、つるつる怖、まあそういう距離なんですけども、どうだろうな、やっぱり30分以上は、かかってしまった感じですね。まあちょっとこれは誤算でしたけれども、まあただ、名張まで戻ってですね、ぐるっと、青山を回ってくるよりかはまあ早く、帰れるかなという時間内で、まあ、突破はできたかなと思います。かなりね、嫌な汗かきましたね、油汗をかきました。本当にツルツル。でも前輪がね、どうしても、D の605なんで全くグリップしないですね。後輪はまだしもですね、前輪が行ってしまってですね、完全にスケート状態で、制御不良に1回、なってしまいましたね。はい、嫌な汗かきました。はい、今これが君ヶ野ダムのとこですね。やっぱりね、速度が、だいぶ、乗ってきたんで、やっぱり急に、寒さを感じるようになりましたね。もう手の指は結構ちょっと、間、指と指の間がだと指先がちょっと痛くなってきましたね。それからあとブーツの中で親指だけじゃなくて他の指の指先の方もですね、やっぱりちょっと、痛く、なり始めてきたのと、そうですね、まあ、休憩をほとんど挟んでないというのもあるんですけども、ちょっと、思考回路停止状態が近くなってきたというか、なんだろう、言葉が出なく、なってきましたかね。はい、ちょっとだいぶ寒いかなという気は、してきましたね。あー寒い。やばいですね。はい、清水峠まで、帰ってきました。およそ3時間、以上が、経過している、状態ですね。で、もうこうなんですかね、バイク乗ってる、こと自体がですね、結構まあ楽しいっていう、段階を通り越してですね、なんていうんですかね、こう。ただの操作、なんて言ったらいいかな、まあ、ちょっと寒くなってくるとこう思考回路が停止してしまって、こうなんていうんですかね、適切な言葉が見つからなくなるというか、まあ、だからこそこう喋りにくくなって、こう口数減っていくというか、あれ何話してたかもちょっと分からなくなってきた。だいぶね、まあただ、こう、なんだっけ、あ、もうダメだ、ダメかな、疲労もあると思いますね。疲労もあると思うんですけど、あとちょっと腹減ってるっていう、空腹もあると思うんですけどね。まあそれプラス寒さ、が加わってですね、かなり、こう体がですね、運転のみに、まあ、命の危険
がこう本能的に、優先されるというか、運転にこう全部こう集中してエネルギーを持っていかれてるっていう感じで、こう余計な動作、そのこう喋るとかそういうところにですね、エネルギーが回らなく、なり始めて、いるのかなというふうにちょっと思いますけどね。寒い。もうなんかこう言葉が出てもこう寒いしか言わなくなってきてるような気がしますね。危ないですね。凍ってますね。はい、穂坂山を裏側から、登ってます。まあ、ここまで来るとね、逆にちょっと元気が出ますですね。はい。まあ、もう家が山を越えたら、松阪市内、まあ、ここもまあ松阪市内なんですけど、市街地になってくるんで、まあ、まあ、ゴールも近いということもあってですね、まあ、再びちょっとだけですけども、元気が、取り戻せている状態ですけども、体感のライディングとしてはですね、もうそうですね、かなり辛い、域に、入ってきているんじゃないかなと思いますね。もう頭の中に浮かぶのは、飯と風呂だけですね。はい、飯風呂飯風呂飯風呂っていうのがこう交互に、脳裏に、よぎるという状態ですね。はい、穂坂さんも、だいぶ降りてきましたね。ここまでどうですかね。かなり凝ってる。もうなんだっけ、かなり何でしたっけもう見ていただいてる人に質問しても分かんないよね、そんなのね。もうね、結構限界です。はい、限界ですね。もう冷え切ってる状態ですね、体が。はい、まあ、本来であれば、実験じゃなければですね、もう降りてると思いますね。はい、松坂の市街地に、戻ってきました。市街地って言ってもこんな状態ですけどね。今日1日、体感企画を、やってきたんですけど、まあ、僕の今日着てる装備ではですね、おそらく3時間、はい、3時間がいっぱい、まあ、かなというふうに思いましたね。あの3時間を過ぎてからはかなり、辛さしか感じなかったし、口数も、かなり減ってしまったと思いますので、まあ、通常走行用の、まあ、B 装備、では、結論としては、3時間という結果になりました。